紅茶はその茶葉によって大きく味が変わってしまいますからね。産地選びは重要です。紅茶の産地はいくつかあるのですが、やはり歴史、そして信頼からすればオリアナ王国さん？あまり紅茶の産地としては聞いたことがない気がしますが。はい、ミドガル王国さん。それも王室御用達のブランド茶葉はお高いですけど、すっごく香り高いんですよ。まさか拠点の周りに茶畑を？それは魅力的な提案ですけど、どうやって育てたら。まさか主様は茶畑の英知もお持ち？